はい、こんにちは、ペソでございます。コメでですね、続きやっていきたいと思います。55回ですね、目ですね。はい、で、こちらはですね、全軍で攻めたいと思いますんでね、艦中方面の、期間を予想ということですね。うむ、全軍艦中に向け転進せよとね。で、11部隊出せるので、まあ、必要なのはね、義援さんと脅威さん、確実ですね。馬隊さんもね、使いたいけど、はい、これでいきましょう。あれが宗神の軍勢がなかなか数が多いようだなと。諸軍の動きはどうだと。王宗さんですね、諸軍は撤退していきます。艦中へ引き上げるようですよね。艦中への退却を装うために南の砦に向かうと。上昇砦、南の砦には2つありますが、どちらですか。東寄りの方だ。いずれ義軍は追撃してくる。そこを確保撃破するとね。東の方、ああ、こっちということですね。倒せるんでね。削れましたね。はい、これで我が敵軍は、おっとっと、
あー、そっち狙ってくるんだね。はい、これで、よしよし。あー、ゲンさん攻略混乱した。
ソさんやっつけてもらって。俺様の名は義援。命が惜しくなければかかってこい。敵将はどこだ。この私が相手になろう。うん、この議員にかなう武将団はどこにもおらないだろうね。おお、結構食らったよ。それでね、まあ銀さんもまだ耐えれるでしょうからね。you
か。異変事態って動かないんだね。まあもうちょっと待ちましょうか。はい、感じですね。
レベルが上がるのも早いけど食らうのも早いな。大きいね。はい、ではここで、すいません、終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。